フォルスか。王の盾に歯向かう愚か者よ、聞け。聞くにやんす。この橋を渡りたければあたいら三人を倒してから行きなさい。何これ、なんか足元から声が聞こえるんですけど。出てこい。そのセリフを待っていた。よし行くぜ。行くにやんす。何者だ。闇を切り裂く美の刃、暗黒の貴公子ギンナル。怪力強力万力盛り力、縁の下の太鼓持ちドルンブでやんす。世界はあたいのためにある。魅惑のマドンナユシア。我ら最強戦団漆黒の翼。漆黒の翼。追放者友人とその手下ども、我々が貴様らを成敗してやる。成敗するにやんす。こんな連中王の盾にいたかな。教えてやろう。我ら漆黒の翼といえば紫星様も認める有能部隊なのだ。紫星。王の盾の能力者の中でもサレやトーマら最強と言われている4人だ。紫星に認められてるって割にはこんなところに置き去りにされてるんだね。置き去りではない。我らはサレ様からお前らを足止めするという立派な任務を与えられたのだ。やっぱり下っ端だよ。我らは貴様らを倒し、紫星様と並ぶ戦士として翼を広げ、枯れ木屋の未来へと羽ばたく。眠れる獅子を起こしてしまったようだな。おのれ、行くぞ。ドルンブ、ユシア、まとめてかかってこい。見よ、この美しき大陸を。はい、キーマーくじきせせ。はい、あら、はい、あら、あら、ぜひょうじゅん。あら、あら、あら、ぜひょうじゅん。ぜひょうじゅん。やるでやんす。合格よ。は？合格と言ったのよ。ユシアの言う通りだ。お前たちはテストに合格した。よってこの橋の通行を許可する。するでやんす。恥ずかしくない？黙れ。お前たちはテストに合格したが、これは入門編のようなものだ。いい気になるんじゃないぞ。あれを見て、ピンクの子豚が空を飛んでるわ。あばよ。
待て。魔王、放っておけ。でも放っておけばいい。なんだかまた会いそうな気がする。そんなことより気になるのは姿勢だ。サレやトーマに会った時点で奴らを避けては通れない、そう思ってはいたが、姿勢のうちの一人ワルトゥ、できることなら奴は敵に回したくなかった。ワルトゥ、手強いのか。サレもヤバいけど、ワルトゥもすっごく面倒な相手なんだ。詳しくは歩きながら話す。今はとにかくミナールへ急ごう。ああ、漆黒の翼って友人は知ってたの？いや、名前さえ聞いたことはなかったな。おそらく最近王の盾に入った連中だろう。僕たちの相手をするには修行が足りないねって感じだったよね。だが油断大敵だ。どんな相手でも気を抜くんじゃないぞ。はーい。ワルトゥというのはどんな奴なんだ？ワルトゥはガジュマの能力者だよ。友人はワルトゥをかなり買ってたよね。ああ、ワルトゥは俺の戦友とも言うべき男で、王の盾の子さんでもある。フォルスもさることながら強い精神力と優れた戦術眼を持っていて、作戦に欠かせない存在だった。ワルトゥなら友人が声をかければ仲間になってくれると思うんだけどな。それはどうだろうな。街道沿いに行けばミナールに着く。急ごう。焦るなベイグ。今のお前ではされた人戦っても勝ち目は薄い。技や力を磨き、万全の体勢を整えることが大切だ。そうだね。クレアさんを取り戻すには慎重に行かないと。もっと強くならなくては。もっと強く。バルカ行きの船はミナールから出てるよ。今はミナールに向かおう。来たな。支払え、支払え、敵強靭。支払え、支払え、支払え、敵強靭。支払え、支払え、敵強靭。やったー、一気に行くぞ。旋風槽、投げ払え、スルーショット、絶氷陣。旋風槽、はい、し、はい、し、絶氷陣。旋風槽、し、投げ払え、スルーショット、し、はい、旋風槽。力が足りない。あ、小屋があるよ。一休みしていこうよ。そんな暇はない。こうしている間にもクレア。ベイグ、気持ちはわかるが、
休む場所があるときに休んでおいた方がいい。そうそう、この先に旅人用の小屋があるとは限らないしね。奥が休憩所になってるみたいだよ。ベイグ、この先何が起こるかわからん。休めるときに休め。それも戦いのうちだ。ベイグ。しちゃいまし。休みたいんだが。3名様ですね。ごゆっくりどうぞ。眠れないのか。ああ、クレアさんのことが気になっているのか。寝ておけと言っても眠れるものではないかもしれないな。だがどんな状況だろうと眠れるようにしておくんだ。後々が辛くなるぞ。わかっている。もうこんな時間か。そろそろ行こう。ああ、おい、マオ、起きろ。おい、マオの様子が変だぞ。七つの力を、僕は目、僕は七つの力？何のことだ？いつもこの調子だ。もしかしたら失ったはずの記憶を夢に見ているのではないかと思っているんだが。起きろ、マオ。ベイグ、危ない！何のつもりだ。マオ、敵だ。え？でもフォルスは感じないよ。だがあの動きは普通じゃなかった。王の盾の能力者か。いや、もしや。とにかく追いかけようよ。あの親父はなぜ俺たちを襲ったんだ。とにかく追うんだ。あの親父は一体何者なんだ。普通じゃなかったぞ。でもフォロスは感じなかったんだ。考えられるとしたら、あ、まさかこれって心当たりがあるのか。一つだけ。でもそうなの、友人。そう思いたくはないが、とにかくあの親父を捕まえて確かめるしかない。ベイグ、宿屋の親父さんを捕まえようよ。わかった。死ね。友人、やっぱりあの人たち、フォルスの反応がないよ。やはりそうか。待て、ベイグ。彼らを攻撃してはいけない。なぜだ。
あの人たちは操られてる。操られているだと？あいつが出てきたんだ。音のフォルスを持つワルトゥーが。ワルトゥー、死生のワルトゥーか。こいつらの力、普通じゃないぞ。ワルトゥーのフォルスのせいで普段は発揮できないような底力が引き出されてるんだ。ワルトゥーの音のフォルスは音を使って人を操ることができる。ある音をきっかけにして行動を起こすように暗示をかけるんだ。例えば僕たちを襲うようにって。音そのものはフォルスじゃない。だから操られてる人からはフォルスは感知できないんだよ。フォルスの反応がなかったのもそのせいだ。それがこの音のフォルスの厄介なところだ。どうすればいいんだ？ワルトゥーの与えた暗示を解くしかない。そんなことができるのか？できる。ワルトゥーの暗示を解くにはそのきっかけになった音と同じものを聞かせればいい。ベイグ、その音を探せ。もう一度この人たちに聞かせて暗示を解くんだ。ここは僕に任せて。分かった。暗示のきっかけを与えた音。この部屋に来てからどんな音がした？呼び鈴、鳥の声、きっかけとなる音だ。いつでも聞こえるものでは意味がない。きっかけとなった音を探して連中の暗示を解かなければ。ベイグ、金じゃないようだ。他の音を探すんだ。ベイグ、それじゃないみたいだよ。早く他の音を探して。時計？そういえばさっき。どうだ、マオ、友人。当たりだよ、ベイグ。やったな。やれやれだ。安心するのはまだ早いみたいだね。近いよ、外だ。早く外へ。ワルトゥー、やはりお前か。こいつがワルトゥー。お久しぶりです、隊長マオ。感動の再会には随分な挨拶だったね。お気に召しませんでしたか？ふざけるな。待て、ベイグ。ベイグというのは君か。そんなにカッカと熱くなっては氷のフォルスも溶けてしまうぞ。世間話をしに来たのか？それとも。これ以上あなた方と争うつもりはありません。小屋の人たちを操って僕たちを襲わせたくせに。確かめたかったのです、隊長。あなたがあんなことをするような方なのかどうかを。隊長、王の盾にお戻りください。あの事件以来、王の盾内部には混乱が続いています。現状を打破できるのはあなたしかいません。あの事件、罪人として軍を追放された俺に一体何ができる？あの事件はあなたを陥れるための罠だった。なぜそう思う？
なぜ何の弁明もせずに罪を受け入れたのです。質問に質問で返すのは感心せんな。大将、あなたが何も語らなかったのはそこに何らかの重大な事実があったからです。その真相を明かせば王の盾に戻ることができるのではありませんか。俺の犯した罪に変わりはない。それにお前が勘ぐるようなことは何もない。本気でおっしゃっているのですか。昔から冗談は苦手だ。ならばあなたは理由もなくあの事件を起こしたというのですか。俺は重い罪を犯した。それが全てだ。隊長の考えは分かっています。今この国は何者かの意志によって間違った方向へと導かれようとしています。おそらくその何者かというのは。そこまでだワルトゥ。俺は軍に戻るつもりも戦いをやめるつもりもない。たった3人で何ができるというのですか。心配ならワルトゥが仲間になってよ。冗談を言っている場合ではない。かなり本気だったんですけど。この状況を外から変えることなどできはしない。だからお前がいる。わかりました。今日のところは引きます。しかし私は枯れ際に忠誠を誓った身。たとえ隊長といえど王国に仇なす者を見過ごすことはできません。次に。それでいい。それでは。待て。何か。なぜヒューマの娘をさらう。女王陛下の命とあらば仕方のないこと。何を言っている。クレアはどこだ。一つだけ聞かせてくれ。クレアさんは無事なのか。娘たちならば心配はご無用。皆無事です。本当か。いくらされとはいえ大切な娘たちに傷をつけるようなことはしないでしょう。では失礼します。隊長。大丈夫？ねえベイグ、ユージーンのこと気にならないの？何のことだ。ユージーンが軍を追われた理由のこと。よすんだマオ。でもベイグが変な誤解してちゃ困るし。あんたが過去に何をしていようと俺は構わない。今は一刻も早くクレアを救いたい。行くぞ。死生、そして王の盾。俺はクレアを取り戻せるのか。確かに死生は強い。しかも王の盾の中には俺も知らない未知のフォルスを秘めた能力者も多くいるだろう。だが奴らに負けない強い力、大きな可能性をお前は秘めている。だからこそ俺たちはお前のところへ来たんだ。マオ、さっきは何の夢を見ていた。夢？忘れちゃった。なんだっけかな。起きた後には忘れている。いつものこととはいえ情けない。なんだよ、夢のことなんてみんなすぐに忘れちゃうでしょ。やっぱりベイグに話した方がいいんじゃないかな。友人が軍を追われたのは。いや、そのうち話す機会もある。その時でいい。ごめん、
友人にとっては辛いことなのに、僕。ベイグ、よく眠れなかったのか？ああ。僕なんか十分すぎるくらい寝たよ。よく食べて、よく眠る。お年頃だからね。その割には小さいな。ほっといてよ。成長期はこれからなの。それにしても、普通の人を操って攻撃してくるなんて、ちょっとひどいんじゃない？いや、あれは奴のデモンストレーションに過ぎない。俺たちが彼らを攻撃できないことも、真相を見抜き暗示を解くことも、全てワルトゥーの計算の上だ。そっか、ワルトゥーは悪い人じゃないんだよね。戦いたくないな。ワルトゥー、こんな風に戦うことになろうとは思いもしなかった。古い付き合いなんだね。ああ、もう20年近くになるな。お互い信頼し合い支え合った中だが、人と人の関係というのはいつ何の拍子で崩れるかわからない。だが俺は信じている。国を守りたい、その気持ちは同じだと。旅人用の小屋って誰が作ったんだろう。とっても助かっちゃうよね。うん、安心して休憩できる場所は限られているからな。そういう場所があったら、どんなに急いでいてもできるだけ体を休めた方がいい。分かった。ミナールはこのケゲット街道に沿って南下した先にある。急ごう。街道沿いにあるエトレ橋を渡ればミナールまではすぐだ。あと一息だよ。ミナールまであと一息。うまくいけば王の盾に追いつけるかも。準備はいいな。投げ払え、シュレアソルト。準備はいいな。投げ払え、シュレアソット。絶氷陣、投げ払え、シュレアソット。はい、旋風槽、絶氷陣、投げ払え、フレアソット。旋風槽。怪我はないか？ようやくエトレー橋まで来たか。ここを渡ればミナールまでは東一直線だ。よし、行こう。待っていたぞ。なんか今声が聞こえたんですけど。はぁ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 。あ、この声は。何かを求められてるような気がするんですけど。行くぞ。こら待て。出たな、漆黒の翼。また飛びたくなったの？このちびっこは何も知らないようだ。知らないでやすね。坊や、お姉さんたちが教えてあげる。いいわね、行くわよ。おお。闇を切り裂くサーベルタイガー、ギンナル。闇に地響きナウマンゾ、ドルンブディヤンス。闇夜に羽ばたく吸血コウモリ、ユシア。我ら漆黒の翼改め、
太陽戦艦漆黒の騎馬。決まった。どうした、驚いて声も出ないか。漆黒の騎馬？そうだ、漆黒の騎馬だ。変なの。どこがだ。だってそれって虫歯ってことでしょ。ああ、そう言われれば。ギンナル、あんたさ、ちょっと痛いよ。お前らだっていい名前だって喜んでたじゃないか。まあまあ、喧嘩する前にもう一度よく考えてみたら、次に会う時までの宿題ってことで。ああ。って待て、悪党ども、名前などどうでもいい。こだわったのそっちでしょ。うるさい。とにもかくにも貴様の王国から先へは行かせん。行かせないでやんす。おお、やる気だな。やめておけ、怪我をしたくないならな。俺たちだって王の盾の能力者、甘く見るなよ。貴様らは絶対にこの橋を渡ることはできん。僕たちに勝てると思ってるの？橋に注目。アン、ドゥ、トロワ。うわ、橋が。言ったはずだ、貴様らはこの橋を渡ることはできないと。何言ってんだよ、この虫歯トリオ。どれが虫歯トリオだ。我らが牙の力見せてや。またしても不意打ちを。もう許さん。ふっ、あだ、絶叫だ。旋風掃。投げ払え。旋風掃。投げ払え。旋風掃。投げ払え。旋風掃。よし、次だ。少しはやるようになったな。なったでやんす。手加減して失敗したわね。よし、終わりだ。はい。特訓は終わりだ。よく耐えたな、ヘナチョコトリオよ。どこへ行くんだ、おめえたち。はい、どこって、その…まさか、橋を壊しといて逃げるつもりじゃあるめえな。もちろんですとも。今、修理の道具を取りに行くところだったんですよ。
そうでやんす。やっぱりそうか。じゃあこれ使いや。足の修理が済むまではずっと見てっからな。わかったか。わかったんならさっさと仕事を始めんかい。はい。なんだかな、もう。このままじゃ先にも進めない。一体どうすればいいんだ。ベイグ、落ち着くんだ。西に進路を取り、アルバン山脈を越えよう。西の山？ミナールはここからなら東じゃないのか。逆方向になるぞ。この先へ行くには他に道がない。残念だが。クレア。ベイグ。焦るな、ベイグ。回り道になるが仕方がない。それならこうしている時間すら惜しい。アルバン山脈へ向かおう。ベイグ、急がば回るという言葉もある。アルバン山脈を越えてミナールへ行こう。すごくボロっちい橋だったね。確かに古い橋だが、あの橋は古代カリギアの偉人エトレイがミナールの人々とかつてアルバン山脈の麓に住んでいた人々を和解させた由緒正しい場所だ。へー、そうなんだ。だとしたら漆黒の奴ら結構大変なことしちゃったんじゃない？本当にどうしようもない奴らだね、あいつら。でも橋の修理をしてくあたり、なんとなく憎めないよね。クソ、あいつら。ベイグ、その怒りはサレたちにぶつけようよ。そのためにも今はあいつらのことなんて忘れて先を急ごうよ、ね。アルバン山脈はエトレイ橋から見て西の方向だよ。邪魔が入ったな。はい、絶叫陣を投げた。絶叫陣、旋風装、投げ払え。絶叫陣、ショット。相手が悪かった。もういないんですけど。準備はいいな。はっ、投げ払え。旋風装、はっ、せっ、せっ、はっ、旋風装、はっ、せっ、旋風装、旋風装。力が足りない。はっ、投げ払え。
フレアショット旋風装け旋風装かき払え、フレアショット春輪陣絶氷陣かき払え、フレアショット絶氷陣投げ払え、フレアショット怪我はないか。
気を引き締めていくぞ。投げ払え、フレア召喚。旋風槍絶氷陣。投げ払え、フレアショット。神殿陣投げ払え、フレアショット。旋風槍投げ払え、フレアショット。先を急ぐか。一気に行くぞ。旋風槍フレアショット。絶氷陣投げ払え、フレアショット。絶氷陣投げ払え、フレアショット。精進あるのみ。邪魔が入ったな。投げ払え、フレアショット。絶氷陣旋風槍絶氷陣。旋風槍絶氷陣。旋風槍旋電陣。投げ払え、フレアショット。怪我はないか。絶氷陣ミサカスインサイ春電陣旋風槍はい春電陣ミサカウィンサイ絶氷陣投げ払え、フレアショット。よし、次だ。ここから山を越えるのか。そうだ、険しい山道の上、荒れ果てている。この山、前に訓練できたけど結構大変なんだよね。エトレー橋が渡れない以上、ここを行くしかない。あの三人組がいなければ今頃。彼たちに追いつくためにも頑張って登ろうよ。とりあえず峠を目標に進もう。足場が悪い、気をつけて登るんだ。こんなところに道があったとはな。ここは遥か昔、軍が密かに行動するときに使った山越えの道だと言われている。国が平和になった今となっては軍の訓練以外ではあまり使われなくなったかな。へえ、そんな話僕も初めて知ったよ。山登りといえばやっぱりお弁当が欲しいところだよね。どうした、腹が減ったのか。そういうわけじゃないけど、雰囲気ってあるでしょ。ダメ。早く山を越えるぞ。
一気に行くぞ。はっ、せっ、投げ払え、フレアソコン、せっ、はっ、絶氷陣、せっ、旋風層、絶氷陣、ウィンドエッジ、せっ、はっ、旋風層、旋風層、怪我はないか。行き止まりだ。ここが山を越える道じゃないのか。そのはずなんだが、おそらく嵐か大水が出たかして道が崩れてそのままなのだろう。地盤がこんな不安定な状態で先に進むことができるのか。大丈夫みたいだよ。ほら、大丈夫でしょ。というわけだ。行くぞベイグ。道が途切れてたらピョンピョン飛び越せばいいんだピョン、なんてね。早く山を越えるぞ。この崖はさすがに飛び越せないね。ここまで来て引き返すのか。いや、今こそ君の出番だベイグ。では問題です。何を使えばこの崖を渡れるんでしょうか。何を使う。答えは君自身の中にある。落ち着いて考えてみてね。俺のフォルスか。正解。氷のフォルスを使うんだ。できるなベイグ。さあ君の出番だ。確かに、この過酷な山道で無駄にフォルスを使って力を消費するのは得策ではない。分かっている。頼りにしてるよベイグ。よし、先を急ごう。フォルスの使い方も工夫次第か。ああ、何も相手を攻撃するだけがフォルスではない。友人の言う通り。ってことで峠を目指してレッツゴー。この調子でフォルスをうまく使って峠までサクサクっと行っちゃおう。気を引き締めていくぞ。せっ、はっ、せっ、絶氷陣、行くぞ。せっ、はっ、絶氷陣、ウィンドエッジ、旋風層、旋電陣、投げ払え、フレアショット、せっ、はっ、旋電陣、旋風層、投げ払え、精進あるのみ。さすがに疲れたね。少し休憩しようよ。ダメだ、俺たちがこうしてる間にクレア。
無理をするなと言っただろう。強行軍の上この山越えでフォルスを使ったお前はかなり消耗しているはずだ。大丈夫だ、これくらい大したことじゃない。クレアに比べればあいつは一年も氷の中にいてやっと自由になれたのに。それは何？これは見て。これは川辺で見つけた綺麗な石に飾りをつけてみたの。ちょっと早いけど誕生日のプレゼント。ありがとうクレア。そっか、その綺麗な石はクレアさんからのプレゼントだったんだ。クレア、お前の気持ちはわかる。だがここで体力を使い果たしてどうやって彼女を救う？サレたちに追いつけばタダで彼女を返してもらえると思うのか？彼女に追いつくことだけが目的じゃない。それを忘れるな。休んで体力が回復したらその分スピードアップしよう。僕走っちゃうよなんてね。まあ分かった。ここの山小屋で休もうよ。疲れた体で山道を歩いても危険なだけだよ。マオの言う通りだ。途中で怪我をしたら元も子もないからな。分かっている。早く山を越える。うわ、ある程度は予想してたけどそれ以上にボロボロだよ。雨風がしのげれば十分だ。どうしたベイグ？もしクレアに追いついたとしても、やはり今の俺ではクレアをあいつらから取り戻すことは無理なのか？わからん。お前は確実に以前よりフォルスを使いこなせるようになっている。まだまだサレには及ばないが、お前はもっと強くなれる。俺はそう確信している。そうすればクレアさんも。残ってる。チチンプイプイっと。うん、フォルスは人の幸せのために使わないとね。人の幸せのためか。ベイグ、お前もこっちへ来て体を温めろ。ああ、人の幸せのためにフォルスを使う。俺のようにフォルスの使い方を知らないヒューマが突然フォルスを発現させたのは、国王がフォルスを放出したからだったな。ああそうだ。国王はなぜそんなことを？なぜ？能力者を手元に置いて監視しようとしていたのは国王だろう。だが能力者がこんなにも増えた状態ではそれもできなくなるんじゃないのか？人の幸せのためならこの力はどう使えばいい？国王はなぜ俺たちにこんなことをしたんだ？ベイグ、その答えは俺たちにもわからない。だがこれだけは言える。陛下は平和を愛し情に熱いお方だった。その陛下が狂気に侵されて
世界を混乱に巻き込むとは思えん。陛下がフォルスを目覚めさせたのなら、それは人々のためを思ってのことだ。フォルスが発言したことで周りに迷惑をかける者が現れたとしてもか。俺は陛下を信じる。だからこそ真相を解き明かしたいんだ。なんか小屋の中が暗くなってきたんですけど、大事なのは僕たちがフォルスをどう使うかってことじゃないの？魔王の言う通りだ。とにかく今は休もうよ。あれこれ考えるのは禁止でね。頭も休めないと疲れは取れないよ。ああ。じゃあ疲れを取るおまじない。チチンプイプイ。気に入ったようだな。どう？友人もやってみない？いや、やめておく。ちぇ、つまんないの。楽しいのに。早く